このレースもスタート展示から動きがありまして、展示では内から13462そして5という並びになっていた第11レースの準優勝戦を迎えます。対戦メンバー1号艇兵庫金子龍介、2号艇愛知鈴木博隆、3号艇大阪三宅潤、4号艇埼玉秋元悟、5号艇群馬藤井武人、6号艇が佐賀渡辺慎太郎です。6号艇の渡辺、動きを見せようとしますが、まずは1号艇金子龍介がインコースにこれから入ります。第4レースは3コースからまくって勝っています。2コースは2号艇鈴木博隆、予選では3勝を挙げる活躍を見せています。3コースもから外もこのままですと枠番通りでしょうか。3コースは3号艇三宅潤、4コースは4号艇秋元悟、7レースはトップスタート逃げて勝っています。5コースは5号艇藤井武人、同じく6レースは逃げて勝っています。結局は6コースになりました6号艇渡辺慎太郎です。今日の前半レースはまくり差しからシリーズ初勝利を飾っています。最終的には枠番通りの進入となって、角は4コース4号艇秋元が取っています。このレースは1号艇金子龍介人気の中心で、3号艇三宅潤が人気対抗格になっています。第11レースの準優勝戦スタートまではまもなく残りは10秒です。進入コース内側から1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇金子がトップスタートを切りました。そのまま逃げ体勢は1号艇金子、2号艇鈴木が指して、3号艇三宅が巻き差しを狙ってくるか。内側から4号艇秋元、5号艇風習が続く。逃げる1号艇金子が1点勝のリード。2番手らしいは外から絞っていく3号艇三宅、内側から迫ってくるのは4号艇秋元、1番外は2号艇鈴木が続く。スタートは正常です。2マーク1号艇金子クリア、2番手4号艇秋元、さあ決まった。切り込んだのは3号艇三宅になります。2番手優勝争いは外から4号艇秋元、わずかに前か。内側から一定審査3号艇三宅が食い下がって、4番手から2号艇鈴木が続きます。2周1マーク先頭1号艇金子、2番手3号艇三宅が先まっていった。4号艇秋元が握ってくる。切り込んだのは2号艇鈴木、2番手4号艇秋元が2停止前。この内側から3番手から3号艇三宅、あるいは2号艇鈴木が続く。レースは2周2マークです。1号艇金子龍介トップ、2番手内が押さえて回る4号艇秋元、切り込んでくるのは3号艇三宅、握った2号艇鈴木も、2番手4号艇秋元が1停止半から2停止リード。内側から3番手から3号艇三宅順で最終周回です。3周1マーク1号艇金子がトップ、2番手4号艇秋元が優勢に待って、3番手から3号艇三宅、握ってくる2号艇鈴木が4番手から襲いかかって、さらには2、3番手定冠、現在1停止半差。4号艇秋元の内側から3号艇三宅食らいついて、4番手から2号艇鈴木の順です。最終ターンマーク、トップスタート逃げた1号艇金子が先頭、2番手4号艇秋元が先回っていく。切り込んでくる3号艇三宅、握っていったのは2号艇鈴木になりますが、2番手4号艇秋元、3番手3号艇三宅優勢か。外から追い込んでくる2号艇鈴木、先頭1番金子五輪、2番手4番秋元五輪、3番手は3番三宅が優勢で五輪、2番鈴木が4番手、後方5番藤井、ラスト6番渡辺が五輪です。